妖化合物シリーズ、その2です。前動画は妖化合物についてです。興味があったら見てください。それで今回はどんな悪臭化合物を紹介するの？今回紹介するのは窒素原子を含む悪臭化合物だよ。というのも窒素化合物は比較的、一般にも有名な化合物も多いから、とっつきやすいかなと思って。それじゃあ早速始めていこうか。まずはアンモニアだね。アンモニアは最小の窒素化合物で、化学をやっていない人にもその匂いで有名な化合物だと思うよ。理科の教科書にも載っているもんね。アンモニアの匂いは刺激臭と呼ばれていて、吸い込んだ時の感覚は、臭い、と思うよりも、痛い、というようなものに近いよ。さらにアンモニアは臭いだけでなく粘膜への刺激性も高く。実際、アンモニア濃度が高いと匂いだけでなく、目がスースーするような感覚になったりもするよ。そういった理由からアンモニアは様々な法律で毒性ガスや劇物に指定されていて、職場環境での許容濃度は 25ppm と低い値に設定されているよ。匂いだけじゃなくて、毒性も強いんだね。アンモニアというと尿に含まれているというイメージがあるけど、実際に健康な人の尿は 98% が水で、残りの 2% は尿素らしいよ。尿にアンモニアが含まれるのは体の代謝でなく、細菌などが尿素をさらに分解することによってアンモニアができることが原因だから、むしろ尿中のアンモニア量が多いなら何かしらの病気の可能性があるらしいよ。考えてみれば、体の中で毒性が高めの化合物をあえて作り出すこともないし、尿素として排出しようとする人体の仕組みはなかなか理にかなったものだと思ったよ。言われてみれば確かに。アンモニアは水溶性が非常に高いから、アンモニアを満たしたフラスコに水を少量入れるとアンモニアが水に溶けフラスコ内の気圧が下がり、どんどん水を吸い上げるアンモニア噴水という実験ができるよ。これは中学理科の教科書にも載っている実験で、こういうもろもろを考えるとアンモニアは一般的な認知度が最も高い悪臭化合物と言えると思うよ。また、アンモニアの水素原子をメチル基に置き換えた化合物であるトリメチルアミンも、悪臭物質として有名だよ。トリメチルアミンはアンモニアと同じく常温常圧では気体の化合物で、低濃度では魚臭を示し、鮮度が下がった魚からする匂いの原因となっているけど、高濃度ではアンモニアと似たような匂いらしいよ。うつ主は実際に高濃度のものを嗅いだことはないけど、まあ魚臭くらいだったらまだアンモニアよりは安全そうな気がするけど、でも苦手な人は苦手そうだね。さらにメチル基をエチル基にしたトリエチルアミンになると、沸点が90度近くもあり液体だから有機合成の溶媒としてもよく利用されるよ。ウィキペディアとか見るとトリエチルアミンも強アンモニア臭を持つと書かれているけど、個人的にはアンモニアと比べるとほぼ無臭だった記憶があるよ。あくまでアンモニアと比べた場合だけど、埼玉が強すぎてソニックが弱く見える現象。あと実験室で頻用されるという意味ではピリジンも忘れてはいけないね。前の動画のコメントでも名前が出てたよね。ピリジンはベンゼンの炭素原子一つを窒素原子に変えた化合物で、有機合成の主役、溶媒としてかなりポピュラーなものだよ。うつ主も卒業研究で合成の溶媒として1リットルぐらいドバドバとフラスコに注いでいた記憶があるよ。1リットルも使うの？6段階の合成ステップの最初のステップだったからね。それだけ合成ステップがあると最初に1キロくらい原料を投入しても副反応や生成のロスで減っていって、最後には数グラムくらいしか残らなかったりするからね。だから一番最初のステップはなるべく大きいスケールでやるんだよ。なんか闇が深いな。それでピリジンの匂いなんだけど、ウィキペディアには腐り果てた魚のような匂いって書いてあるけど、個人的には夏場の生ゴミの方がよほど臭い気がする。腐り果てた魚の匂いっていうのも、実際に嗅いだことがないからいまいち想像つかないね。ただ昔どこかの個人ブログで、ピリジンの匂いが苦手すぎて、有機の研究室を辞めて大学院からは別の分野に行くって言っている人を見たような記憶もあって、人によっては相当苦手みたいね。よほどピリジンの匂いが嫌だったんだろうね、その人。うつ主的にはピリジンの匂いはまあ普通の有機溶媒だよねくらいの感覚なんだけどね。なおピリジンはコーヒーの香りの成分でもあるらしい。微妙に知りたくなかった知識だ。なお余談だけどコーヒーの香り成分としては他にインドール、ピロール類、ピラジン類のような、環状窒素化合物が多く含まれることに加え、アセトアルデヒド、ジオフェン、酢酸、硫化水素、メチルメルカプタンのような悪臭物質も含まれていて、
そんなものが混じっているのになんでコーヒーの香りは良い香りなんだろうと考えたけど答えは出ないので、ここでうぷ主はコーヒーを入れて一服しました。そんなどうでもいい情報を動画に織り交ぜないで。悪臭化合物の方に話を戻すと、ピリジンと同じ6円環構造だけど芳香族じゃない、ピペリジンという化合物もあるんだけど、これも比較的実験室でよく使われる化合物で悪臭であることでも有名だよ。なんかよく使われる割に地味に臭いみたいなのが多いね。窒素化合物どうでもいいけど、ピリジン、匂いで検索するとちゃんとしたページが上位に表示されるのに、ピペリジン、匂いで検索するとなんか理系学生の塩素の念みたいなのが溢れています。どんだけ臭いのさ、ピペリジン。ピペリジンの匂いが特に話題に上るのは単にその匂いが強いっていうだけが理由じゃないんだけど、それについては考述するよ。それでここからは実験室とかでよく使うわけじゃないけど、匂いという観点からは有名なんじゃないかっていう窒素化合物を紹介するよ。まずはインドールとシカトール。インドールはこのように6塩環と5塩環からなる化合物で、シカトールはそれにメチル基がついたものだよ。シカトールとかもう、名前からして臭そうだもんね。以前の動画でも紹介したけど、これらの化合物は大便や汗の匂いの成分であり、高濃度だと悪臭を示す一方、ジャスミンなど花の香りの成分であり低濃度だと良い香りを示すので、香水の成分なんかにも使われているよ。同じ化合物でも濃度によって匂いが変わってくるっていうのは面白いよね。なお余談だけど、インドールは染料であるインディゴを研究する過程で見つかったもので、インドールという名前もインディゴに由来するよ。一方、インドールにメチル基がついただけのメチルインドールはなぜシカトールなんていう、いかにも臭そうな名前を付けられてしまったかというと、おそらくこちらは実際に糞便から単離されてしまったことが理由だと思われるよ。緩和9代。インパクトだけであだ名を付けられちゃったパターンだ、これ。お次に紹介するのはスペルミン。この化合物の発見の歴史は古く、1678年にレイウェンフックによりリン酸塩の形で発見されているよ。レイウェンフックってあの顕微鏡で細菌とか発見した人だよね。レイウェンフックの鉱石の一つに精子を発見したというのがあって、それ関連で見つかったのか、このスペルミンは精液から見つかった化合物だよ。うわぁ？臭そう。そういうわけでこのスペルミンの匂いはそのまま精液の匂いなんて言われるけど、実際はスペルミン自体じゃなくてその分解生成物が精液の匂いの原因とするソースもあったよ。実際、さっき話したピペリジンは精液には含まれないのにそういう匂いがするらしいから、そういう可能性もあるのかなって思うよ。なるほど、だから話題に上りやすかったんだね。最後に紹介するのは1、4次アミノブタンと1、5次アミノペンタン。それぞれ別名、プトレシンとカダベリン。これらの化合物はどちらもいわゆる腐敗臭の成分で、アミノ酸が分解した際に生成する化合物だよ。特にカタベリンは、死体のような、を意味する英語のカダベラス、が名称の由来になっていて、その激臭ぶりが伝わってくるよ。名前の不吉さ具合もやばいね。なおプトレシンは体内で酵素の力によりスペルミジンを経由してスペルミンに変換されることが知られていたりする。奇臭から精液の匂いになるのか。なんか生命の輪廻転生みたいだな。誤解なきように言っておくと、健常な細胞中でもアミノ酸の分解は起きないわけじゃないから、死体でなくても少量ながらプトレシンを作り出しているという事実は付け加えておくよ。とりあえず、以上が悪臭の窒素化合物の話だよ。いろいろな意味で、生臭い化合物たちだったね。確かに生体由来の匂いみたいに感じられるものが多い印象だね。実験するとどうしても試薬の匂いが体につくから、こういう悪臭窒素化合物を多用する実験をしている人は大変だと思うよ。そうだね、なんかその、勘違いされそうで。窒素は人体の組成に占める割合が約 3% だけど、実は酸素、炭素、水素に次いで4番目に多いよ。だから人体に入ってくる窒素化合物の量も、出ていく窒素化合物の量もそれなりにあって、それで常日頃多くの窒素化合物の匂いを嗅いでいるせいで、窒素化合物というと生き物関連のイメージができているんじゃないかなと思っているよ。硫黄は、あれは量が少ないけど臭いだけだから、はい。次有名どころを紹介するならリン化合物かカルボン酸あたりかなと思うけど、マイナーどころのイソシアニドとかセレン、テルル化合物あたりも解説してみたいなぁなんて思ってもいて、まだ決まっていません。次何にするかはこれからゆっくり考えます。それでは今回はこの辺で。
ご視聴ありがとうございました。